2012年、現阪神タイガースの藤浪晋太郎がエースに君臨し、現西武ライオンズの森友哉が女房役を務めた大阪桐蔭は、他を寄せ付けない強さで春夏連覇を果たしました。春夏連覇を成し遂げたのは史上7校目でした。この年、打撃の主軸、すなわち4番に座ったのが田畑義樹です。田畑は春夏合わせて3本のホームランを放ちました。選抜では藤浪と共に注目され、今ではメジャーで二刀流として活躍する岩手の花巻東の大谷翔平からもホームランを打ちました。大谷から甲子園でホームランを打ったのは田畑ただ一人です。順風満帆に思えた田畑の野球人生ですが、大阪桐蔭を卒業した後、波乱の日々を迎えることになります。今回は大阪桐蔭の4番から母校をウォッチする YouTuber になった田畑の歩みと、そんな田畑が予想する今年の大阪桐蔭の展望を探っていきます。大阪桐蔭の4番田畑の活躍。2012年の選抜初戦、藤浪を擁する大阪桐蔭と大谷を擁する花巻東が激突しました。大型ピッチャーの剛球対決、3対2と1点リードで迎えた7回、田畑は2アウト3塁で打席に立ちました。高めに抜けたスライダーを振り抜くと、ボールはそのままレフトスタンドに吸い込まれました。その日の大谷は変化球が多く、ホームランだけを狙っていたと田畑は言います。チームメイトの藤浪が大谷にホームランを打たれており、誰かが打ちたいと思っていた中での一撃、甲子園で大谷が打たれた唯一のホームランです。4番田畑の一撃で勢いづいた大阪桐蔭は9対2で花巻東に勝利。しかしホームランの次の打席でデッドボールを受け、右手を骨折してしまいました。田畑は以降の九州学院、浦和学院、県大高崎との対戦はベンチで見守ることに。それでも大阪桐蔭は着実に勝ち上がり、ついに決勝へ進出。決勝では青森の光星学院に7対3で勝利し、選抜初優勝を飾りました。藤浪は全試合完投、球速は150キロを超えており、大会を通じて圧巻の迫力を見せました。迎えた2012年夏の甲子園、大阪桐蔭は木更津総合、清成校、天理、そして明徳義塾を相手に順当に勝ち上がり、決勝の舞台に立ちました。くしくも選抜と同カードとなった光星学院との決勝は3対0で勝利、3度目の夏の頂点に立ちました。田畑は夏の甲子園でも2本のホームランを打ち、おかわり2世と呼ばれ、ドラフト候補として注目されました。藤浪は準決勝も決勝も2安打に抑え、決勝では14奪三振を記録。その後、大阪桐蔭は春、夏に続き秋の国体でも優勝し、3冠を成し遂げました。田畑は秋の U18 日本代表にも選出されました。その際、大谷はすぐに選抜でのデッドボールについて謝罪。チームメイトとなった大谷は、人間性、練習の熱心さ、体のケアなどにおいて高校生レベルを卓越していると田畑は感じました。一方で親しみやすさもあり、野球を離れると普通の高校生だったといいます。野球の世界を離れた田畑、順調だった田畑の野球人生、プロ入りを夢見ますが、スカウトの評価が予想より低いことを痛感し、プロ志願届の提出を諦めます。学費免除で亜細亜大学に入学し、野球部の練習に参加するも、たったの3日で退学してしまいました。大学野球に興味が湧かず、結果を出せる自信がなかったのです。高校時代の自分がピークであると考えていたため、高校生からプロに行きたいと強く願っていました。しかし高校からのプロ入りはかなわず、モチベーションを取り戻すことができませんでした。田畑は心にわだかまりを抱えながら大阪に戻ります。建設作業員、工場などで働く傍ら、京都の日本新薬野球部の練習に参加していました。21歳になり、福岡の日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校にまたも学費免除で入学、2年間野球部に打ち込みました。専門学校を卒業した田畑は再び大阪に戻り、同級生と一緒に南でバーを始めました。
同じ時期にオーダースーツの仕事の誘いを受け、本格的に携わるようになりました。野球の世界から離れた田畑の心はだんだんと晴れやかになっていきました。それでも初めは注文が全然取れなかったといいます。しかし次第に大阪桐蔭の先輩たちから声がかかるようになりました。スポーツ選手は太ももなど大きい部位があり、ぴったりと合うサイズのスーツを見つけるのが難しいのです。田畑はそこに注目しました。コロナの影響を受けバーはうまくいきませんでしたが、スーツは半年ほどで軌道に乗りました。野球を中心に人脈が広がったおかげです。スーツの事業が5年目を迎えた頃、田畑のことを知っていたオリックス吉田正尚からもオーダーを受けました。気さくに声をかけ家に招いてくれた吉田に田畑は感謝しています。いつか大阪桐蔭の西谷監督にもスーツを仕立てることができたらと田畑は思っています。社会に出て野球から離れた今でも田畑は西谷監督の言葉を心に留めています。うまくいかない時こそ一番うまくなる時、野球の試合中ピンチこそ成長できる機会だと西谷監督は説いていました。最初からうまくできることはないので、そんな時こそうまくなるチャンスであるのです。田畑は社会に出てもそれは変わらないと言います。最強ウォッチャーの YouTuber、 順調に思えたスーツの仕事もコロナにより製造工場が停止してしまいピンチを招きます。そこで新たな世界に足を踏み入れました。 YouTube チャンネルの開設です。弟の匠と田畑ブラザーズというチャンネルを作ると2年間で登録者数は2万人を超えました。10年前の高校時代の話題にもかかわらず想定以上の反響がありました。2日に1回のペースで更新していますが、多くの高校野球ファンがチャンネル登録しているため、大阪桐蔭が勝ち続ける限りネタはあると田畑は言います。 OB に出演してもらい大阪桐蔭の寮生活実態や暴露話をすることもあります。そこでは世間が抱く最強集団とはまた違った一面が見られるようです。田畑は中学時代に大阪桐蔭の現実とかけ離れた情報を信じて入学しました。練習は早く終わる打撃練習のみらしい。寮のご飯は美味しいらしい。中学時代に和歌山でそんな噂を聞いていましたが、入学してギャップを感じました。だからこそ遠方から大阪桐蔭の門を叩く球児たちに正しい情報を届けたいと願っています。今では最強のウォッチャーとなった田畑は2022年の夏の大阪桐蔭について、大阪大会が山場となると予想します。今年の大阪桐蔭は選抜で準々決勝、準決勝、決勝と2桁得点を奪い圧倒的な強さを見せつけました。一方春の近畿大会では決勝で智弁和歌山に敗北、29の公式戦連勝記録が途切れました。田畑の代は選抜も春の近畿大会も勝ちましたが、その後招待試合で高知の明徳義塾に負けを喫しました。今年は田畑の代と状況が似ています。勝ち続けるとおだてられてしまうため負けることが大事であると田畑は言います。負けてコーチから厳しく言われ悔しい思いを味わわなければ、他校がレベルを上げて大阪桐蔭に迫っていることに気づけないのです。2018年の現中日のネオたちの代は大阪大会の決勝で履正社に9回2アウトまで負けていました。大阪大会は厳しく何が起こるかわからないのです。そんな大阪大会を勝ち抜いて甲子園に出場することができれば、今年の春夏連覇の確率は 90% に達すると田畑は予想します。まとめ、社をはじめ数々の高校が打倒大阪桐蔭を掲げ挑んでくる大阪大会、大阪桐蔭の4番からバーオーダースーツの事業を経て最強ウォッチャーとなった田畑は母校の試合を抜かりなくチェックし予想や戦力分析を行っています。今後も激戦区大阪での大阪桐蔭の活躍から目が離せません。